中国・河南省の不動産大手、セントラルチャイナリアルエステートは、今年の初めの組織再編に続き、大規模なリストラのニュースが再び伝えられました。兼業地産の職員課さんは11月14日の朝、いつものように出勤していたら、プロジェクトリーダーから口頭で、解雇された。明日離職協定にサインしなさい、と通知を受けました。解雇の理由についても、リーダーは会社が厳しいから、 と短く言うだけでそれ以上の説明はありまさんでした加算は解雇通知を受けた最初の職員ではありません。中国メディア、在連社は14日、兼業地産は近いうちに7000人の社員を解雇すると伝えました。11月15日までににサインした場合、保証は12ヶ月に分けて支払われます。11月15日以降にサインした場合、保証は18ヶ月に分けて支給されます。 解雇されていない従業員も40％給与カットを受けることになります。情報筋によると、兼業地産は今回の人員削減について具体的な解雇人数を決めておらず、企業の経営が好転されれば離職者の雇用を優先させることは明らかであるといいます。兼業地産は近年花南町に事業が集中しており、異なる地域間で補完し合うような運用をする余地がないため苦戦しています。 業界の低迷と疫病などの要因が絡み合うと、兼業地産はさらなる圧力とプレッシャーにさらされることになります。